こんばんは。クリスマス公演ありがとうございました。クリスマス公演っていうんかな。痛い、取っていいかい。もう取ろ。競馬楽しめ。いやもうさ、競馬も外れるし、みちおも卒業し発表するし、どうしよう。こんばんは。配信で見てありがとうございます。クリスマス、あー外さないで。外した。こんばんは、こんばんは。クリスマス、なんかクリスマスっぽいのなんかないかな。サンタさんのあれとか。あ、服の色はぽい。こんばんは。メリークリスマス。有馬記念ダメでした。こんばんは。大外から2着。いやー、いい線いったんかね。初めてにしてはね。さよなら1000円辛い、辛すぎる。もうクリスマスコンかもしれん。ハサンのドゥデュース。え、あのね、ハサンのね、え、めっちゃ圧勝しとるよ、あの方。本当にすごい。え、待って、ほんまにそれな。1000円なくなるの一瞬すぎ。こんばんは。今日はクリスマスのクリスマスライブでした。レースはリアタイで見れなかったんですよ。もうマネージャーさんに、マネージャーさん全員知ってて、競馬かけたこと、競馬、いや、なんかメンバーも知ってて、メンバーも応援してくれてたんですよ、スターズオンアースを。私のツイッターを見て、で、それで結構みんなで応援してくれてたし、リハーサルがどうしても時間かぶっちゃうけ、あのマネージャーさんもみんな知っとるけ、絶対会には結果を伝えちゃいけませんって、本人が自分で見るまで、あの、や、そうし、なんか、そうしてあげてくださいって言って、みんながちょっと黙秘してくれとって、あ、優しいなと思ってで、自分で見まして、その後絶叫ですよ。みたいな。でもまあ、あのレースがリアタイできんかったけ、マネージャーさんから伝えてくれました。ちゃんと動画撮りましたよ、レース結果つ、あの告げられる瞬間の動画。スターズオンアースはどうでしたかって聞いて、そしたらスターズオンアースは、で、私は単勝しか買ってなかったっけね、で、残念でしたって言われて、マジ？マジで？みたいな。もうほんまに信じられなくて、嘘ですか？それ嘘ですか？そしたらもう、あの、スターズオンアースは2着でしたって言われて、それでまた
しいみたいな、え二着なんで、あとちょっと頑張る、そうなんだ、競馬なんかでもやるなんか1000円がさ、あんなにあっけらかんに消えちゃった。えあれどうなるんですか、返ってこないんですか、かけた1000円、返金とかない、あれ負けてしまったら、当たらんかったらもうあれどうなる、こんばんは、あれもうな、え1000円どうなる、えもう1000円なくなったってことよね、じゃけ、あーまあね、その何、まあまあそうよね、だってそう、うん、あこの1000円をこの1000円を、まあ、このあのワクワク感とこのクリスマス前の楽しみをくれたと思ったら、それにエンターテインメントにお金を払いましたと思ったら、まあいいわ、いや待って、当たってる人おるんや、いやでも2着はすごいもんね、ジャスティン・パレスは何着だった、私全くジャスティン・パレスはもう今日の時点では全く眼中になかったんやけど、いや待って、私ねこれ覚え、ジャスティン・パレス、ジャスティン・パレス派の人結構多かったかな、私の配信知らんけど、あのリプランとかも競馬私初めてなんですけどって言ったら、コカは初志貫徹でスターズ・オン・アースだけを見てればいいよ、俺はちなみにジャスティン・パレスだけどみたいな、コカは勝手にスタンズ・オン・アースを信じておけばいいよみたいな人が結構いたんですけど、うわータイトルホルダーね、ディープポンドはどなた、ちょっと待って見たい、見ればいいや、自分がなんかリップしてくれてる人おったかな、おったな、どこだったかな、ハラハラドキドキしたよね、ディープポンド15位、名前は好きなんだけど、やっぱディープインパクトしかないよね、競馬まだする、え、いや、うん、だって外れたし、外れたし、え、もうほんまに欲しい、いやー悔しい、え、刺しよ、刺し、刺し、ここからよ、悔しい、こういう気持ちですよね。
タイトルホルダーはもう、え、でもすごくない、すごくない、スターズオンアース、マジで、え、もう惜しすぎる、何回見ても惜しすぎる、頑張れよマジで、ね、外から、え、そうよ、あんなにさ外枠からさ何回見ても楽しめる、あーもう何回見ても興奮するね、え、すごすぎるよね、待って待って待って、何回見てもすごい、え、ほんまにこれ直線からよね、え、もう待って、8000円になるさ、あー惜しい、マジ惜しすぎる、ほんまに悔しい、待って、え、ほんまに、え、悔しくない、かけた、かけました、いや、ハマったって、は、もう、く、マジかーって、な、くね、感じやん。タイトルホルダー。タイトルホルダーが、もう、なんか最初ぶっ飛ばしたわけ。いや、これタイトルホルダー買った人はさ、みんなさ、最初、おみたいな。もう落ち、もうどうせ当たらんかったしな、今日これで当たっとったら、何、今日いや、嫁ゆたかさんもすごい、え、競馬場のおじさんこんな感じ、私こんな感じ、ほんまに、もう一回最初から見てみようか、いや悔しすぎる、え、これさ、でもさ、なんかさ、私は単勝じゃけさ、スターズオンアースこい、スターズオンアースこいみたいな感じでさ、スターズオンアースだけをさ、応援すればよかったけどさ、ボックスとかなんか流しとかで買ってる人はさ、結局何を応援しとか、何を応援したらいいか分からんやん、分かる、始まった、頑張れ、もう分かりやすいよね、この黄色のあれが、服が、おースタートがいいって、これか、父さんからもね LINE 来たんですよ、いやもうね、もうこれさ、スタートした瞬間さ、もうさ、あ、来たって思ったよね、これ絶対頑張れ、頑張れ、スターズオンアース、いい位置についています、知らんけど、いや、スターズオンアースがこんな高スタート決めたらもうハラハラするよね、ドウジュース単勝ありがとな、え、ちょっと待って、ムカつく、ムカつく、当てたい、自分もなんかそう言われたら、え、いい位置についとるよ、ほんまに、こんな外枠外枠って言ってもね、跳ねのけとる、知らんけど、いや、いいいい、いやー、もうここはもうニヤニヤだって、いかん、もういけるよこれ、マジでいけ、マジで、あー、やっぱタイトル、ほんまじゃ、ジャスティン・パレスってこんなに、馬ってマジ走るの早いね
すごいんやけど、走るの早すぎてびっくりするんやけど、頑張れ。ドージュースどこにおるん？でもあんまりちゃんとのめり込まんように気をつけるね。気をつける。次は何のレースがあるんでしょう。大きいレースだったら天皇杯ですか。1000円が一気に早前の予想が終わったりですよ。すごい買ってるよ。ホープフル、ちょっと待って、ホープフルステークスって何ですか。ホープルスルステークスが分かんない。みんな競馬好きだろ。悔しいね。ほんまに競馬も当たらんかったし、みちも卒業発表してしまう。なんて日だ。こんばんは。今決めた。わしも競馬始めましょって。今日はいろいろあった。どんなクリスマスですか、皆さん。あ、私の写真集のサンタ水着、サンタ水着ではないんですけど、赤い水着の写真も公開されて、セブンネットで買ってないと思った人は、買ってないってなった人は買おうって思ったかな。あれで水着今何着出ましたか。黄色と熊の背景に映り込んで、ちょっと赤、
これは3着か。帽子で隠してるやつ。あらら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  ら。こんばんは。写真集楽しみにしてください。有馬記念で、有馬記念勝った方はぜひとも写真集を予約してくださいね。写真集前デコか、エステ行ったの？エステ行ってないです。え、なんかさ、写真集のためにジムに行きましたとかさあるやん。じゃなくても結構なんかそのまんまでうん、何でなんやろ。よくあるよね、みんな。いや、自慢じゃない、ね、なんか今はその時よりちょっとあのぷくぷくです。いや、年末はダメですね、ぷくぷくですから。こんばんは。写真集のために体重増やしたってサーヤンは。あー、でもめっちゃ細いですよね。私はちょっとだけあの、あ、ちょっとっていうか結構ちゃんと気をつけたよ、ご飯は。でもあの腹筋とかはもうあの早舞さんに、HA さんに、早川マネージャーにちゃんと腹筋して体絞ってって言われても、あ、分かった分かったっていう感じで、はい、ひーひーいや、したよ、ちゃんと腹筋するよ、こうやってひーどれくらいやった？1日10回ぐらいもう嘘嘘嘘嘘嘘。え、ヒーヒーって言ってみんなやってみて、腹筋、腹筋やってみて。もうきついよ、思った以上に。いや、なんかね、前日にやるとか前日だけとか。でもなんかあのライブがある日とかは動くじゃん。え、ねえ、毎日120回やったりしたりするんですか？そりゃうせやろ。待って、あんまり大きい声出すのやめよう。競馬のせいでなんか感覚が良くない、大きい声の感覚が。いや、結構もうそのサーヤンみたいに写真集前に増量するとか
うん、おきちゃんみたいに何て言う、あのジムに行くとか、じゃなく、あの結構その自然体のまんまで、そのままで挑みました、撮影には。ありがとうございますって何？ありがとうございます。自然体、リアルココア、いや、ありのままで、ありのままココアをもっと買いたくなりました。でもお腹で、あのね、そうよね、とかなんか、もともと体がなんかちっちゃくて、ね、これは10冊は買っちゃう、言ったね。みんなリアルな自然体な私をぜひとも見てください、写真集で。メリークリスマス。アニメ記念のことは聞かないでください。なんやかんでね、私会も来てね。あ、福フェス出演することになりました。福フェス、あめー、渋谷のお話し会の前日、そうですよ、渋谷のお話し会に、お渡し会に、お渡し会の前日なんです。お渡し会もぜひ来てくださいね、お願いします。あ、もう58分。ランキング読むね。13位、ふとし。12位、君はめちゃくちゃ可愛いから、君をとても大好きなコーラ。11位、サージカル。10位、ゾウ。9位エリアス。8位バオバブ。7位スバル、6位カズノリン。5位ライトニング。4位ミヨロン。3位ポッポやシマちゃん。2位コニョ。そして1位はリョウ。ありがとうございます。メリークリスマス皆さん。世界で一番愛してますよ。メリークリスマス。キャー。はい。有馬記念は散々だったので、みんなのことしか信じれません。競馬に絶対はないですが、みんなのことは絶対好きです。